声だけ天使は2018年1月15日よりアベマ TV で配信されているドラマ全10回。アベマ TV では初の完全オリジナル連続ドラマとなる。1話約60分。アベマ TV が初めて制作する完全オリジナルドラマ。アベマ TV では2017年10月期に朝日放送との共同制作ドラマ、派遣のキャバ嬢。 綾香を配信するなど、独自ドラマの制作に徐々に進出していたが、今回初めて完全独自制作に挑むことになった。番組制作費は、地上波テレビ放送の連続ドラマ並みの約3億円を投じる。脚本は横内健介、監督は尾形龍太を起用。一方で出演者については監督の大型の意向で、主演の亀田裕樹をはじめ全員をオーディションで選び、 結果として比較的無名な俳優が並ぶことになった。反面、脇を固める俳優陣には、馬場遼馬や立石春から特撮経験者、声優、菅沼久義、演技派セクシー女優の白石マリナなど、経験豊かな面々を配置。毎週有名声優も出演する。連の歌う主題歌、オーロラは、本作のための書き下ろし。 ドラマと同じく1月15日に iTunes ストアなどで配信リリース。2017年12月18日19日には都内で第一話試写会が行われた。アベマ TV、藤田進から横内健介に脚本依頼があり、そこから制作がスタート。声優志望の若者の物語にするというのは扉座を通して俳優養成所を行う横内の持ち込みアイディア。 近年声優養成所を経て入所する座員が増えたために興味を持ちリサーチをかけてきたことが生きたという主要キャストのセリフはたびたび有名アニメの名言を引用している横内は声優や演劇を舞台にした群像劇というトレンドを組み合わせた外角ゆえに骨格は眠り姫を救出に向かう王子様の物語をモチーフにしたシンプルなものにしたという時は 空前の声優ブーム。老舗の専門学校、池袋文化学園でも、声優育成コースが新設され、声優を目指しあがく、若者たちの姿があった。声がいいわけでも芝居が上手いわけでもない。主人公健造は、同じ志を持つ、同級生4人と組み、声で稼ぐという夢のため、ユーザーのリクエストに声で答えるウェブサービス、イケてる、ボイスサービスを立ち上げる。 しかし自分だけ一件もリクエストが来ない状況に、剣造は苛立ちを見せ、ようやく到着したオーダーの相手が気になり、ユーザーと直接コンタクトを取ってはならないという鉄の、掟き手を破ってしまう。一方、イケてる、ボイスサービスメンバーもそれぞれの壁に当たっていた。テラさんは、妻子から離婚を突きつけられ、自宅マンションを含む財産の受け渡しを弁護士を、通じて言い渡される。赤根は、 幾度もオーディションを受けるが、不合格。忍は、イケボイを通じて、施設ファイクラブができるなど意図しない人気が出てしまう。シンジは、明けっろげな建造の姿勢に胸を打たれ、カミングアウトする勇気を得る。そしてユーザーであった桜も、イケボイとの出会いを境に、自らの過去と向き合う決意を固めるのだった。演劇全般をカバーする、専門学校。 池袋文化学園に突然できた声優学科生徒で結成されたグループおよびインターネットサービス名。演技力、表現力を鍛えるため当面は無料で運営。実名を使わない、利用者と合わないなどの起き手が設けられている。略称はイケボイ。本作の配信に先立ち、関連番組として声だけ天使放送直前。 sp ドラマに出ていない私たちが本音で言わせてもらいます。が配信された。ナレーターは千葉茂 MC パネラー VTR 出演。ありがとうございます。